参議院選挙は投票日まであと4日になりました。今日からは今社会が抱える課題に対して各候補者がどのように考えているのかお伝えします。まずは新型コロナ対策です。新型コロナウイルスが私たちの暮らしにさまざまな影響を及ぼすようになって2年以上になりました。感染拡大による医療現場の逼迫に加え、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など行動制限が出され、経済的にも影響を及ぼしています。朝日新聞仙台総局が行った各候補者へのアンケートで、政府の新型コロナ対応の評価はこのようになりました。まずは赤です。どちらかといえば評価すると答えたのは自民党の桜井満さんです。そしてどちらかといえば評価しないと答えたのが日本維新の会の平井みどりさん、そして諸派のローレンス彩子さんでした。そして評価しないと答えたのは立憲民主党の小畑紀美子さん、そして NHK 党の中江智也さんとなりました。その中で赤の桜井満さんです。桜井さんは未知のウイルスへの対応という点を踏まえれば政府の対策は基本的に評価できるが、産業への補償が当初飲食業に偏ったことは問題だったとしています。次にどちらかといえば評価しないと答えた一人、平井みどりさんです。平井さんは迅速さに欠け、ワクチンの予約受付方法など混乱が生じ、緊急的な経済支援もきめ細かさが欠如していたと話しています。そしてローレンスさんです。感染者数だけに注目せず、経済や精神的影響、過剰な感染症対策によって引き起こされる問題も鑑みたバランスの取れた政策が必要などと答えています。そして評価しないと答えた一人、小畑紀美子さんです。小畑さんは岸田政権は医療難民ゼロと言っていたが実現していない、医療提供体制の確保や保健所機能の強化など後手後手だったと回答しています。なお NHK 党の中江さんからは理由の回答はありませんでした。今後感染対策と経済活動との両立についてどのような対策が必要か、どのような政策が必要か各候補者に聞きました。オミクロンに変わってからですね、インフルエンザと同じ程度の重症度になっていったので、これからは経済活動を優先すべきだと思っています。 GoTo キャンペーンとか GoTo イートとかそういう政策も合わせて行ってくることが大事だと思っています。日本産の薬等をワクチンとですね、開発に力を入れていったりだとか、経済の方を回していくっていう意味ではやっぱり事業復活支援金の方の、延長と、そして金額をやっぱり拡大していく。濃厚接触者っていうのがありまして、その撤廃ですね、やっぱりね、隔離をしなきゃいけないという、そういう基準もありますのでね、それをもう一度見直すということは私は必要だと思ってます。感染拡大には注意を払った上で外国からの観光客の受け入れを拡大していくべきだというふうに考えております。感染症指定分類を2類から5類に引き下げるべきだと思います。それによって経済的な活動というのも活発になっていきますので、それと積極財政ですね。候補者へのアンケートの詳しい内容は今日の朝日新聞宮城県版に掲載されています。